して今日はゲームを決めましたキャプテンの筒香嘉智選手です。大事に浮かぶりますが、まずの気持ちから聞かせてください。そうですね、本当になかなか苦しいゲームだったんですけど、全員で本当に勝ち取った勝利だと思います。打った瞬間でしたが、いかがでしたか。いったかなと思いました。大谷選手をつないで打席が回ってきましたが、どんな思いであの打席を迎えたんでしょうか。後ろに今日ホームラン佐野君がいたんで、打ったっけ。その上でなYes, sir.